締めていこう。怪我はなかった？手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。本当にしつこいな。俺に任せてくれ。仲間を上げろ。いじった。こっちの番だ。やった。終わりだ。やっと
役に立つの？試してみるべきね。やめてくれ。子供には手を出さんでくれ。今は間に合ってくれ。下がっとれ。ここドク、ここでやめろ。やらせるものか。
任せて。下げろ。無事か。他のみんなは落ち着け。鉄仮面、もう大丈夫だ。オークは逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。抵抗組織が現れた後にしては幸運な方じゃ。幸運って、このこれもまたダナの奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。おとなしく従っておれば命あってのものだねだ。だから時節を待てって言うのか。そうだ。それは生き残る代わりに誰かを見殺しにする。みんなの育成を賭けに差し出した上に人を犠牲にして生き残ったところで結局待つだけなら何になる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。その結果がお前の目の前に広がっとる惨状だ。耐えて待つことに意味はないか。で、それは止めたいはずの死を広げる。それは愚かだろうさ。でも待つことになれ。いつか抗おうとする心さえ失う。俺はもう出会支配に抗おうと命を、たとえ命が尽きようと、次に託そうと戦う人たちに同じ命をかけるなら。ああ、しかもただの剣じゃない。きっと過去に戦った人たちにはなかったものだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。そうか、ならわしの言ったことは忘れろ。実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだこの繋いだ命。お前どけ。今口にしたことを忘れるなよ。ああ、あんな大きくなるよっていい出会いがあったか。戻ってきたか。みんな待っている。早く。何も聞かないのか。お前の様子を見ればわかる。そうか。ジルファ、もし炎の剣がなかったとしても誘うな。それは俺たちみたいにレナに抗おうなんてバカは多くない。それに今はもういない。そいつにしてやれなかったことをお前にする。嫌なら言えよ。嫌なんてことはないさ。そうか。さあ中に入れ。あ、うん。どうした？わかった。何かあったんだろうか。なあ。おお。
ありがとう。よしよし。あなた、そういうのに興味あるの？ああ。考え抜かれた構造や工夫に驚きっぱなしだ。見てくれよ、この持ち手部分の溝を。いや、見せられても困るわ。時が来た。狙うはこの国の鋭ビエゾの首、それのみだ。腐ってもレナの鋭だ。正面からでは全力で挑んでもビエゾの元にたどり着くどころか城の門さえ突破できないだろう。だが俺たちは切り札を得た。この切り札を我々は確実にビエゾの喉元に届かせなければならん。そこで全戦力をいくつかの部隊に分ける。全力で挑んでも勝ち目ないって言ったそばからカッコ撃破されてしまうぞ。これは全部おとりだ。切り札を送り込むための間。おとり部隊は城のあちこちで暴れて敵の注意を引きつけるのが役目だ。だが本物に見せかける必要がある。俺もおとりに加わる。ジルファも？けどそれじゃあビエゾには。鉄仮面、お前には誰の助けもなくシオンとただ二人あのビエゾの元にたどり着いて炎の剣を叩き込んでもらわなきゃならん。おい、まさか二人だけで送り込む気か？一人はレナだぞ。これは誰にとっても分の悪い賭けだ。分けても全てを託すことになるお前たち二人の危険が一番大きい。だからこそ今一度問うておきたい。今なら拒むこともできる。拒めばどうなる？どうもならん。この話がなしになるだけだ。そして俺は奴隷に戻る。お前がそれを望むならな。望まない。ならどうする？お前はどうしたい？俺は戦いたい。何のためにだ？何のためにお前は戦う？俺たちダナが俺たちを虐げる奴らの言いなりにならないため、奴らの都合で死なないためだ。奴隷じゃなくなるため、生きるため、自由に生きるためだ。よく言った。今こそ俺たちの望みをお前に託そう。お前が諦めない限りきっと壁は壊せるだろう。お前はどうだ？私の腹はとっくに決まっているわ。早く始めたら。ここを出てすぐ右手に門がある。まずはその先の昇降機を登れ。みちみちに仲間を待機させておく。迷うことがあれば彼らの支援を受けろ。他に質問はないな。よし、願わくはこの戦いが300年続いたレナ支配終焉の行使とならんことを。作戦開始。